全傾拡大西岩寺鉄塔場は、栃木県宇都宮市の西岩寺で保存される、鎌倉時代の中鉄製板塔場。現存する日本最古の鉄製の塔場とされる、宇都宮家第八代当主であり、公安の役で鎌倉幕府総代として、現行の鎮圧にあたり、幕府引付衆に任ぜられた宇都宮貞綱が、1312年8月に、坊坊の13回帰に、 供養の意を込めて建立させたものと言われる。当初は、宇都宮や、鉄塔場の名称で、工芸品部門の重要文化財に指定されている。本塔場は高さ332.7センチメートル、幅32センチメートル、厚さ5.2センチメートルの長大な鉄製の板塔場である。関東地区に多く分布する板石塔場と同形式であるが、材質が中鉄製である点と、 長さが長大であることが特色である。木製、石製の塔馬は珍しくないが、鉄製でこれだけ大きい塔馬は珍しく、日本国内では他に例を見ないもので、鎌倉時代の鋳造技術の高さを知ることができる。塔馬は上部を山形に作り、その下に、種子、キリークを薄肉に出し、そのさらに下には、大豪系の阿弥陀三尊像を厚肉に表す。 株には四区の下に続いて願文が出されている。願文は、夫れ母は、子音の先なり、公は百行の源なりという区から始まり、願主の孔子が昭和元年八月坊母,母の十三回供養のために混流したことがわかる。中蔵は、茶の湯釜の産地として名高い天命にて行われたと推定され、当初は、宇都宮家の菩提寺である、東照寺に奉納された。 1597年、宇都宮市が海域となり、母大寺であった東照寺も廃寺となったことに伴い鉄東場は西岸寺に移された。1849年8月、東場は暴風によって倒壊し、三つに切損した。1911年8月9日、鉄東場は国の重要文化財に指定された。この頃、鉄枠をもって倒壊切損した東場を修復している。 1950年8月29日、国宝保存法の廃止、文化財保護法の施行に伴って、鉄塔場は改めて国の重要文化財に指定された。塔場は本堂南側の道に安置されていたが、1997年には西岸寺注文の東側に温室度管理が可能な鉄塔場収蔵庫を新築し、そこに移設された。 その前年の1996年には腐食防止のために防錆処理が行われている。ありがとうございます。